はい、皆さんこんにちは、品川です。本日も長崎の斜面地を下っていこうと思います。今回は大浦中学校前バス停からスタートです。地図で見ると大体この辺りです。はい、今日はここから街中の方にめがけて長崎の斜面地を坂を下っていきます。ちなみに先ほどのバス停までバスに乗ってきてですね、中央橋っていうバス停からバスに乗ったんですが、大体街中から15分、20分ぐらいでこの辺りまで着くイメージです。で、ここから細道の方に入ってですね、長崎らしいローカルな雰囲気を楽しみながらひたすら坂を下っていきます。はい、で、なんで今回この斜面地下りをご紹介しているかというとですね、そう、バス停今降りましたけど、バスを使って結構来やすくて、なので観光客の方とか旅行者の方でもこう楽しみやすいというか来やすいコースになるかなと思って、ご紹介のつもりで動画を撮っています。で、だんだんこの辺りから斜面地の細いね、くねくねとした道に入っていきます。すでに左手には長崎らしい斜面というか山のね、こう坂道に家々が連なる風景がちらっと見えてきましたけど、そういう雰囲気を今からがっつり味わいながら坂道を下っていきます。これまでも何度も斜面地下り動画を撮ってきたんですけど、この間ちょっと友人をですね、長崎案内した際に斜面地一緒に下ったんですが、やっぱりこう独特な風景景観だったみたいで、結構楽しんでもらえてですね、やっぱり斜面地下りはおもろいんじゃないかと思って動画にまたしてます。はい、こんな山の上、斜面の上にも酒屋さんがあったり、先ほどね通り過ぎましたけれども飲食店さんがあったり、そういうのも面白い長崎でございます。で、この辺りから始まるかな。はい、皆さん一緒に長崎らしい斜面迷宮、迷路のような坂道を下っていきましょう。で、よ、細道に入りたいな。さあ、二手に分かれる道がやってきました。右に進むか左に進むか、なんとなく左に行ってみましょう。そうで、くね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 ね迷いながらも、とにかく標高を下っていけば、若干迷いながらも最終的には平地にたどり着きますので、初心者の方にも楽しめるかなと。で、今左手お墓が連なっておりますけれども、長崎斜面地あるあるでですね、斜面地を登っていたり下っていたりすると、お墓にたどり着く、お墓に当たるっていうのは長崎あるあるでございまして、長崎斜面地にお墓がたくさん建っております。お墓に当たってびっくりする方もいらっしゃるかもしれないんですけども、長崎ではですね、お墓に対してあんまり怖いとか暗いっていうイメージが持たれてなくてですね、家の前にお墓があってもあんまりおそらく気にする方少ないんじゃないかなっていう気がします。そう、僕もね、長崎に移住してからお墓とか全然怖いって思わなくなりました。夜道お墓の近く通っても全然大丈夫です。さあ今日はね、曇り空でございますけど、そんな曇り空の長崎の風景も私は好きでございます。そしてまた2つに分かれる道が出てきました。こっちの道の方がちょっと景色が開けたところに出そうなので、こっちに進んでいきます。で、今日ご紹介するこのルートはですね、さっきのバス停降りて細道入った後、ひたすらこう、なんだ、平地に向かうというか、ひたすら下るというか、ただただ港の方っていうか、平面町の方を目指していけば、だいたいね、中華街付近に出る感じになって、迷いにくい斜面なので、
あの繰り返しになるんですけども、観光客の方、旅行者の方、初めて長崎の斜面地を下る方にとってもおすすめの斜面というか、おすすめの滑り台というかというものになっております。よっ、あーすごい。僕も今当初下ろうと思ってた道と違うところに来てしまったんですけど、とりあえずかなり景色がいいところに出たので、一旦長崎の景色をご覧入れましょう。いやー、ちょっと小雨がパラついてきましたが、見てください、この圧巻の斜面地の景色を。うおー、左もすごいです。ひたすら斜面がついております。ということで、どっちに進もうかちょっと迷うんですけれども、ちょっと直進してみましょう。よ、本来下ろうと思ってた道と若干違うところに入ってしまいました。そう、僕ですら迷うというか、当初の予定と違う道に入ってしまったんですけれども、とりあえず下ってみましょう。そのままずっとお墓ロードになっちゃうかな。なんかお墓ロードになってしまいそうだぞ。もうちょっと小道をくね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 行きたいので、まだお墓ロードが続くようであればちょっと戻ろうかな。あ、戻りますちょっともうちょっとなんかこうローカルな道に入りたいので戻ります全く参考にならない動画になってしまいました。そうそうそう、まあどの道下ってもいいんですけれども、今日はもうちょっとなんかくねくねっとした道を通りたいので、さっきの道をこっち方面に下っていこうかな。こっち方面に下ってきますよ。さてさて、一体どこにたどり着くのか。多分中華街方面に下るって言ったんですけど、中華街方面よりももう少し南寄りのところに下る気がしております。東山手エリアとか南山手エリアとか、そっちの方に行く気がしますね。ということで、ここ下ろうかな。ここ下ってきます。本当に道わからないんで適当に下ってるんですけれども、でも多分適当に下ってもどこかしらにたどり着くのが長崎の斜面地のいいところだと思っております。で、今日のルートは、まあ、若干今迷ってるんで時間長めにかかっちゃうかもしれないんですけど、バスに乗ってからだいたい15分から20分ほどで、大浦中学校前のバス停に着いて、そこから下っておそらく20分から30分ぐらいで平面に平地に下りきれるはずなので、往復平地から平地への往復1時間ぐらいのコースかなと思っております。そうこう言うてよると、斜面地の中腹にある公園に入りました。おそらくここはどこだろう、中新町かな。中新町という町エリアだと思いますが、あけぼの公園という公園でした。公園にね、迷い込んでおります。で、公園出たところからまた、よいしょ、階段が復活したので、ここからよ、下り直します。よいしょ。そうそう、で、長崎といえば一大観光地ということで、たくさんのね、観光名所、見どころスポットございますけれども、それに加えて、ただただ坂を登って坂を下るっていう、今自分がやっているようなことでも結構おもろいのかなと。斜面地散策が結構面白いんじゃないかなと、外から来た私的には思っております。景観が面白かったり、坂の途中に現れる休憩用のベンチ、こういうね、ローカルな雰囲気を楽しめるものが結構あるので、それが面白いのと、あと斜面地にはこう昔ながらの趣雰囲気を残した、お家建物なんかも
結構残ってたりするので、そういうのもなんか見ながら散策するのが僕は結構好きです。で、今日は非常に天気が曇っててどんよりしているのであれなんですけど、長崎は結構坂道に猫ちゃんがたくさんいてですね、地域猫って呼ばれて、こう地域でお世話されている猫ちゃんも結構いるんですけど、坂道でそういう地域猫さんと触れ合う、なんか戯れるそういうのも結構好きです。よっ、また出てきましたね、椅子です。さてさて、なんか斜面地の割には結構幅が広い、しっかりとした道を今下っています。もう一本細道に入れるなら入りたいなと、細道ちょっと見つけたら脇道また入っていこうかなと思います。よいしょ。この今下っている斜面地はこう、なんていうんですかね、下っては直線、下っては直線が続いて、なんかこう勾配が緩やかで下りやすい斜面地ですね。で、よっこしょ。あ、今船の汽笛がね、鳴ってますね。そうそう、汽笛の音が聞こえておりますけども。で、これよしよしよ、一つご紹介したいのが、よいしょ、坂農園という農園です。坂農園、ま、中新町というふうに看板が書いてありますけど、僕のお友達友人らがやっているプロジェクトの一つで、長崎ね、今斜面地にある空き家とか空き地が社会問題になっているんですけど、なってたりもするんですけど、それをこう逆手にとって、まあ、逆だけに何をダジャレを言うとんじゃいって感じですけど、こう坂の上での豊かなライフスタイルを作ろうということで、坂でね、農園を楽しんだりみたいなプロジェクトを友人がやっていたりします。坂農園めっちゃ良くないですか。ネーミングがすごいいいなっていう、そんな農園を今通り過ぎました。ということで、そうそう、斜面地ね、空き地とか空き家の課題も多くて、主に戦後なのかな、そして高度経済成長期かな、長崎って極めて平地が少ない、場所でして、今長崎に存在する海抜とほぼ同じぐらいの高さにある平地はもともとすべて海だったと言っても過言ではないんですけど、そう、16世紀の後半以降ですね、ガンガン埋め立てられて、今の長崎の平地が生まれているんですけど、まあ、最近までずっといろんな時代ね、埋め立ててますけど、ってなのもあって平地が少ないんで、人口が増えるとこう斜面に住むしかないということで、特に多分高度成長期に今のこう長崎の斜面地、今下ってきたような道の斜面にガンガン家が建ったんですが、一方で人口がこう減少する側面に入ると、あ、ちょっと作業してるんで、作業されてるのでこっちの道に迷い込もうかな、今正面何か作業されてたのでこっちの道に迷い込もうと思います。で、そうそう、人口が減るとですね、かつ斜面地にもともと住まわれてた方がお年を召されたりすると、なかなか斜面の上で暮らすのが大変だということで、平地の方に降りていったり引っ越しされたりということで、斜面地に空き家空き地が増えているという、そういう背景もあったりいたします。すごいザ・ローカルな雰囲気が漂っていますけど、まあ、そういうものも斜面地にはあるということで、長崎斜面地下りの何が僕はすごい気に入っているかを改めて整理して考えてみると、景観が面白い、歩いていて風景が変わって面白いし、見えてくる風景も長崎ローカルを感じられて非常に独特で面白いっていうのもあるし、道中出てくる、猫の、地域猫、猫との触れ合いも、癒されるし、そんな話をしてると、噂をしてると猫出てきましたけど、そういうなんかね、触れ合いも面白いし、あとはそのなんていうんですかね、空き地空き家なんかの社会問題というか課題みたいなものも垣間見ることができるし、
観光地や観光名所ではなかなか見ることのできないリアルな長崎の姿が見られて感じられるということから、結構ね斜面地を下るの好きです。でめちゃくちゃ面白いと思います。でそうそう、今日紹介したコースはだいたい小1時間でバスで登って下ってこれるっていう、そういうコースなので、お寺が出てきましたね。よぜひぜひこういう長崎の楽しみ方もあるんやでっていう、そういうなんか紹介のつもりで斜面地下り動画を今回撮ってみました。でこの辺りになると自分も見知った道に帰ってきてですね、ここを直進すると、東神屋敷跡というエリア、長崎新地中華街の近くのエリアに出てきます。なのでそこからまた長崎観光してもよし、東神屋敷周辺を見てもよしという、そんな感じになっております。今回は斜面の勾配も緩やかで、なんか結構下りやすい坂道だったような気がしてます。でそうそう、途中迷ったりもして道変更したりもしたんですけど、今回の坂道はだいたいバス停から僕が今日歩いたような方向に最初歩き出して、またひたすら下れば迷うことは少なめな坂道だと思いますので、ぜひぜひねなんかトライしてみていただけると嬉しいなと思っております。もうそろそろ坂道の終わりが見えてきましたが、今歩いてるのはちょうど東神屋敷というエリアの真隣をね歩いてます。市場がね、雰囲気がある街並みでございますけど、はい、ということで平地部分に下ってきました。あっという間でしたね。15分20分ぐらいだったと思います。今ここはどこかというとですね、よっ、大きな門が出てきましたが、東神屋敷跡周辺のところに出てきました。こちら直進すると長崎新地中華街ということで、観光名所にも近いエリアに下ってきました。ランタンフェスティバル開催直前ということで、綺麗にランタンが飾り付けられておりますけれども、はい、ということで今回は、大浦中学校前バス停から長崎新地中華街周辺まで、坂道を下ってみました。小雨が降ってカメラに雨粒がついてしまって申し訳ないんですが、いかがだったでしょうか。何か感想やコメントがある方は下の、コメント欄からいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると非常に励みになります。ということでぜひ皆さんも斜面地下り、お楽しみいただけると嬉しいかなと思います。ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。